今回はちょっとこう松山に旅行に来た時のことを想定して、まあ、こんなところもあるよみたいな感じでご紹介できたらなと。最近いろんなお店ができて、あの若者に人気だとからしいです。あ、ここここ霧の森大福。あ、ここね、ここのあの新宮の抹茶を使った霧の森大福が美味しいんですよ。でなんかネットとかだとなかなか買えないけど、ここだったら1人3箱まで買えるんで、なんか買いにお土産とかにもね、そう、あのね、タイの絵が描いてあるとこあるじゃん。あそこのつけ麺が美味しかった。そうなの、なんかすごい今いい香りしてるんだけど、あのそう、タイの、タイの香りする、タイの香りする。ちょっと機会があったらここも行ってみよう、やってみてほしい。あ、これもね、なんか手土産にね、シラサギ、シラサギや。そして、あ、後ろにはこの間の動画でご紹介したテーマのロープウェイ外店もあったりね。いつも大行列が最近できたら新しいお店、まあ、ディモピッケさんちょっとやってみようか。ここもまさに今、焼き芋ブリュレ買ってきた。本当にブリュレ美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うわ、あ、すごい、はい、すごいすごいすごい。しかも見て、なんか出てきた、目出してくる。うわ、すごい、本当ブリュレだね。きゃー、すごい、おいしい。あのね、上のこのパリパリのブルレのブルと、うんうん、中にこうちょっとクリームが入ってるから、カスタードクリーム、そうそう、カスタードクリームのとろっとした感じと、でお芋もすっごい甘くって、いやー、三重層的な三重層で、なんかね、ちょっとだけ焦げ目がついてて、しかもさ、さつまいもは超ねっとり、ねっとり系。わー、おいしい、すごい甘くて美味しい。しかも寒いからこの湯気感がたまらないね。冬に最高。どうだろう、あ、開けるあ、開ける。ちょっとここね、若者たちが今すごく買ってみる、並んでるわらび餅の、わー、美味しそう。わらび餅、中にわらび餅が入ってるらしい。すごい、とろける、口に入ったらシュッてなくなるわらび餅が入ってる。甘いし、この黒蜜の香りが結構効いててね、タピオカって結構食感あるじゃないですか、うん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 、あるじゃないですか、であるじゃなくて、ほんとわらび餅の柔らかくて口の中に入ったら溶けるタイプのなんかわらび餅、歯いらない感じ、歯いらない感じ。なんか松山限定のメニューもあるらしいので、それを飲んでみてもいいかもしれませんね。こんな感じでリフトで上がってます。結構高くって怖いかも。まなちゃん、到着、あっという間でした。よいしょ、はい、こっからね、石垣が見えてるか見えてるんだけども、そこをぐぐぐと上がって、今回は今の時期だからこそ、はい、ちょっとおすすめしたいスポットがこの近くにあるん で、さあそれでは入ってきまーす。水路みたいになって、綺麗だよね、なんか。あ、しかもここで恋人が生えてらっしゃる。お、ほんまいつの間に知らなかった。